ミキティのなんでもチャンネル、はい、ということで皆さんこんにちは、こんばんは。ミキティこと福島ミキです。よろしくお願いします。今日は私が愛用しているオールドレンズニッコール 50mmF1.8AIS をご紹介いたします。それでは早速レッツゴー。はい、ということで早速レンズ紹介していこうと思うんですけれども、その前にオールドレンズってなんぞやっていう方のために少しだけご説明させていただきたいと思います。オールドレンズっていうのは要はフィルムカメラの時代に作られたレンズのことです。まあオールドって言ってるだけあって、やっぱり入手しようとするとほとんどが中古品になりますけど、まあ今も製造が続いてたりとかするのに関しては新品で買えるものもあるみたいです。デジタル一眼に取り付けるものではなく、昔のフィルムカメラにつけてたレンズなので、オートフォーカス、自動のフォーカスは効かなくて自分でピントリングを回して撮影をするっていうレンズになります。ものによってはカメラ本体とレンズを取り付ける際に間にアダプターが必要な場合もあります。ということで早速私のお気に入りのレンズ紹介していこうと思います。はい、こちらです。こちらは単焦点レンズですね。ズームはできない、いわゆるパンケーキってやつです。このレンズは1980年頃に製造されていたレンズのようでして、今もまだ作ってるのかどうかっていうのはちょっと調べたんですけど分かりませんでした。もし知ってる人いたら教えてください。ちなみに私はヤフオクで落札しました。絞りが最大 1.8 から最小が22ですね。なのでまあ最大 1.8 なのでかなり明るいレンズだと思います。こんな感じ。これが今マックス最大の 1.8 なんですけれども、まあ、ここから絞っていくとこういう感じですね。見えるかな。これが最小22、開いていくとこういう感じ。羽が7枚なんですけれども、いい感じに絞るとこういう綺麗な七角形になるんですけれども、まあ、上手に光が当たったりすると綺麗なこの七角形の玉ボケっていうのかな、光がボケてる感じのが撮れることもあります。で、まあ、さっきも言った通りかなり明るいレンズなんで、夜これで撮影に行ったこともあるんですけれども、結構撮れます。夜でもシャッター速度とかすごい遅くしたりとか ISO 感度ちょっと上げたりして、で、まあ、これだとすごいね、十分夜でもかなり綺麗な写真が撮れます。で、ここのマウントって呼ばれるカメラとガッチャンコする接続の部分ですね。ニコンは普遍の F マウントって呼ばれているそうで、フィルムカメラの時代からこの部分が変わってないそうなんですよ。さっきオールドレンズのお話した時に間にアダプターがいる場合があるよっていうお話したと思うんですけれども、これの場合は私使ってるのニコンのカメラなんで、間にアダプター入れなくても今のニコンのデジタル一眼にそのまま取り付けることができます。正直なところこのレンズめちゃめちゃ気に入ってて、と私これの他にオールドレンズもう1本と、あとオールドじゃないオートフォーカスの普通の単焦点レンズも1本持ってるんですけれども、これが一番使ってます。これのいいところなんですけれども、なんていうのかな、ちょっと懐かしい感じというかセピアっぽく映るんですよ。まあでも若干癖はあるというか、なんていうのかな、こうピントがバシッと合い切らない感はあるんですけれども、私の腕の問題もね、もちろんあると思うんですけれども、他の人のレビューとかでもねそういうこと書いてる人いたので、まあ多分そういうレンズなんだと思います。でもそのバシッと合い切らない癖がまた良くて、なんていうんだろう、今風に言うとこうエモい感じの写真が撮れるのですっごく気に入ってて、これが一番使ってます。はい、ということでね、まあベラベラ喋るよりも見てもらった方が早いだろうということで、このレンズで過去撮った写真をねこの後バーッと出していきたいと思いますので、ぜひ見てみてください。それではどうぞ。Thank you.
たでしょうか。こんな感じに撮れるレンズでございます。なんとなくね、やっぱりこのレンズで撮るとただの日常がちょっとこうストーリー性を帯びてくるというか、そんな感じがする気がしてすごく気に入ってます。他にもねレンズいくつか持ってるので、また別の動画で紹介していこうかなと思ってます。ネットでオールドレンズとかって検索するとすっごいやっぱりいろんな種類のレンズが出てきて、私もまだ欲しいやつとか狙ってるものあるんですけれども、またそちらも入手できたら動画にしてみたいなと思ってます。オークションとかフリマサイトとかでオールドレンズって調べるとそれもたくさん商品出てくるので、もし今日の私の動画を見て使ってみたいなと思ってくれた人はぜひ検索してみてください。それではこの動画が良かったなと思ってくれた方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。過去にカメラで撮った作品は専用のインスタグラムにたくさん上げているので、よろしければそちらもチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。